全国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊すからのいってらっしゃいということで、令和2年の6月の9日16時46分であります。まあ、私が去年の10月にですね、参議院議員を、まあ、辞職したとしたというか、選挙に出たために非常失職して、浜田聡君が繰り上げ当選をして、国会で本当に頑張ってくれてます。で、まあ、NHK 問題だけではなくですね、今回前澤元 ZOZO の社長の前澤友作さんになるのかな、のまあ、5億円ほどのですね脱税が、まあ、指摘されたんですが、この件についてちょっと国会で質問してくれてますので、ちょっと冒頭お聞きください。次にですね、5月27日にあった報道について質問をさせていただきます。前澤友作さんという有名人の申告漏れの報道でありまして、今回資料として用意させていただきました。何かと話題になる方だと思うのですが、まあ、個人的に印象に残っておりますのは、100万円を1000人にプレゼントしますというキャンペーンをですね、ツイッターで開催されまして、このキャンペーンをベーシックインカムについての調査実験を兼ねているとしていたことであります。まあ、この話は主眼ではないので、申告漏れが指摘されたことについてお話を戻しますと、ご自身が所有されているプライベートジェット利用料の観点からですね、国税局と意見の相違があったと私はこの記事から理解しました。で、ここで気になることをですね、財務省にお聞きします。申告漏れが指摘されたという情報なのですが、誰が報道各社に伝えたのかという点が疑問であります。財務省はこの情報を報道各社などの外部に漏らした可能性はありますでしょうか。国税庁田島次長。お答え申し上げます。ご指摘の報道は承知してございますが、個別にわたる事柄につきましては守秘義務が課されております関係上、調査があったかどうかも含めまして具体的にお答えすることは差し控えさせていただきます。その上で一般論として申し上げますと、今申し上げた守秘義務に関しまして、税務職員には国家公務員法上の守秘義務とともに国税通則法という法律ございまして、ここでは国家公務員法よりもさらに重い守秘義務罰則が課されております。その趣旨につきましては、まあ割愛させていただきますけども、こうした法律の下、当局ではこの秘密保持の徹底につきまして、常日頃から厳格かつ万全の注意を払っているところでございまして、万が一職員の守秘義務違反が発生した場合には法令違反でございますとして、厳正に対処しているところでございます。浜田聡君。すいません、ちょっと再確認させていただきたいんですが、まあ、財務省としては漏らしているかいないかっていうのはここでは答えられないということでしょうか。田島次長。先ほど申し上げました通り、このご指摘の件につきまして、この調査があったかどうかも含めて丸ごとお答えは差し控えるということでございます。浜田聡君。はい、ありました。まあ、おそらく最後の質問になると思います。ここで国家公務員法100条というものを考えてみたいと思います。この条文は、職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないというものであります。この法律を管轄している内閣人事院にお聞きします。今回の件で仮に、ですね、もし財務省あるいはその他省庁が今回の情報を漏らしたとすれば、100条違反に該当しますでしょうか。内閣官房藤田内閣審議官。お答え申し上げます。国家公務員法第100条におきまして、職員は職務上知ることもできた秘密を漏らしてはならないと規定をされてございます。当該規定による秘密につきましては、最高裁の判例によりますれば、一般に知られていない事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものを言うとされているところでございます。その上で、委員からお話のありましたような場合を含めまして、個々具体の行為がこのような秘密を漏らしたことに当たるのか否かにつきましては、具体的な事実に基づき個別に判断されるものでありますことから、当局といたしましてはお答えする立場にはございませんことをご理解いただきたく存じます。以上でございます。浜田聡君。時間終わります。ありがとうございました。ということで、まあ、4分ぐらいの国会の質疑の一部ですね、ご覧いただきましたが、皆さんは
なんか常識っていうか、なんか当たり前みたいに思ってると思うんです、部分があると思うんですよね。これ前澤さんはですね、まあ読売新聞のスクープ、あるいはこれデイリー週刊新潮なんかも書いてるのかも分かりませんが、少なくとも読売新聞がこの5億円の、まあ、申告漏れなのか、まあ、いわゆる税金が不適切、適切に処理されていなかったっていうことを、まあ、記事にしているわけですね。でもそんなことを知っているのは大体公務員でしょ、税務署の職員じゃないですか。それわざわざ前澤さんの関係者が言うとも思えないし、大体だからスクープっていうのは公務員のこれ犯罪なんですよ。守秘義務といって、秘密をね、守る秘密と書いて守秘義務です。これ、犯罪でもありますから刑罰もあります。まあ、弁護士の守秘義務とか医者の守秘義務とか、いろいろと、よく聞く言葉ですけど、公務員というのは基本的には守秘義務があって、まあ、さっき国会の答弁でもありましたけども、一般に知られてないこと、まあ、簡単に言えば前澤さんの会社が5億円ほどの申告漏れがあったっていうのは、当然このスクープ、読売新聞がスクープしたわけです、スクープしたわけですから一般が知られてないことですよね。でこれをどうして読売新聞が知ったのかについて、読売新聞はもちろん公表しないんですが、まあ、大体こういうのは、いわゆる公務員からというか公務員に犯罪を犯させて聞き出してるわけです。で最近では話題になった黒川検察長の人ですよね。ちょっと検事さんとしか僕は、まあ、正確に彼の肩書き覚えてないので、まあ、少なくとも検察官だった黒川さんが朝日新聞の記者と産経新聞の記者と賭け麻雀をしていた。で賭け麻雀自体は僕はそんなに目くじらを立てて天秤ぐらいであればね、なんだろう、まあ、日常の余興の範囲と、まあ、その有興の範囲だというふうに思います。ここは全然そんなに目くじら立ててダメじゃないか賭け麻雀はっていうつもりはないですし、僕も天秤程度の賭け麻雀が何度もしたことがありますし、それが問題だとは全然思いません。それよりもですね、その麻雀に参加しているメンバーとその麻雀の会場から帰ったハイヤー代金、まあ、タクシーなのかハイヤーなのか、そこすごくポイントなんですね。というのは国家公務員である人が麻雀を新聞記者とやっている、その中でそれはいろんな話が出てきますよね。で帰りのハイヤー代、その検察官の黒川さんのハイヤー代を産経新聞の取材費で出してるわけですね。これある意味完全に何を聞いてるかって言ったら、その世の中に出ていないスクープを聞き出そうとしてるんでしょ新聞記者は。でそれを調べること、スクープを聞き出すことは公務員の犯罪なんですよ。ということは新聞記者や、まあ、いわゆるジャーナリストはそれは犯罪を助長してるから、これ犯罪の幇助とか共犯罪になるんじゃないんですか。だからその前澤さんがおっしゃってるように、このそういう個人の情報がダダ漏れになるこの国がおかしいんじゃないかという指摘は至極当然だと思いますよ。前澤さんが5月27日国家公務員100条1項は、職員は職務上知ることのできる秘密を漏らしてはならないと規定し、国家公務員の守秘義務を定めている。さらに同法109条12号は、秘密守秘義務違反を1年以下の懲役または50万以下の罰金に処すると記載しているわけですね。ということは新聞や、まあ、テレビなど、まあ、週刊誌もそうですけど、スクープが出るたびに誰かがこの国家公務員100条違反をしている可能性がむちゃくちゃ高いということで、その守秘義務違反っていうのは一方から見たら確かにこれは犯罪なんですが、これ通報義務っていうのも実はあります。これ憲法上だと思うんですけど、まあ、通報ですね。国家公務員や公務員は、不正を見つけたら通報する義務ってあるんですよ。ああいう犯罪してますよ、いわゆるこれ内部告発
なんかここに当たるんです。僕はまさに守秘義務と通報義務で、すごく悩みました。同じように尖閣ビデオね、あの尖閣諸島に中国の漁船がぶつかってきた、巡視船にぶつかってきたあの映像、国家の秘密といえば秘密なんです。でも国民が知るべき、いわゆる中国の方から意図的にぶつかってきたっていう映像を見せることは国民の利益になるから、それで守秘義務違反と通報義務、まあ違反というかね、守秘義務と通報義務で端境で板挟みになったと、戦国38こと石木勝さんは僕のメールでのショートメールでの、まあ、感想とか質問に答えてくれてるんですが、前澤さんがその脱税なのか申告漏れなのか、あの今回は脱税じゃないんですけども、そこのことについて公益性ってあります？前澤さんって一般人じゃないですか。大きな会社の社長で自分で、あの、まあ、今社長かどうか分かりませんが、まあ、YouTube も出してますけども公人ではないでしょ。選挙にも出てなければ公務員でもないし、でそういう人のね、これ脱税と、まあ、書いたんですけど、脱税というのはこれは犯罪、まあ、通常いわゆる犯罪になるんですね。でじゃあ今回前澤さんって犯罪にはなってないんですよ。要は見解の相違っていうところです。あのこの5億円は経費として、会社の費用として計上できると思っていたけども、それは違います。個人の、まあ、まあ、剛力さんとかと付き合ってた、今も付き合ってるのかな、そういう個人的な旅行とかで行ってるから、それは会社の経費としては認められませんよみたいなことで、これ見解の相違ということで、まあ悪質か悪質でないかって言ったら悪質でないパターンで採用される、あのそういう対応をされるわけですね。でこれしょっちゅうそんなことをいろんなことをへりくつ声で見解の相違やってたら、それは捕まる、犯罪になる可能性もあるでしょうし、あのこういうものね、領収書を偽造してたりしたら、これ野村幸男さんが昔やられたのかな、あの100万円の領収書を1000万円に01個増やしたりとか、払ってもないお金、領収書を偽造したりとか、そういうものをやると、あの当然脱税として犯罪者として捕まるっていうことは十分にあるんでしょうけども、あのいずれにしても税、払うべき税金が足りない場合にいろんな、まあ、刑事罰を含めて、あの税務署は決めていくわけですよ。で、場合によっては当然起訴されれば裁判をするっていうことになるんですけど、なんだろうな、あのいわゆる検察とか、まあ、税務署の公務員のいわゆるさじ加減というか判断で全部決めれるんですよ。これもうおかしな話でしょ。だからそもそも検察官である黒川さんが賭け麻雀をしたり、国家機密法、あの国家公務員法の百条違反をしてたりみたいな可能性が十分あるわけで、それを本来検察は捜査をして、無罪であったとしてもですよ、何もしてなかったとしても捜査はするべきじゃないですか。あなたその時常習的に賭け麻雀してたけども、産経新聞、朝日新聞の記者にどんな情報をどんな話してたのみたいなことは聞くべきでしょ。それすらしてないわけですよね。で今回はまあ国会で浜田議員が聞いてくれましたけども、個別のことにしては答えできませんとかもう逃げてます。で、あの脱税と節税ってちなみに全然違います。脱税というのは基本的には払うべき税金が少ない場合ですね。収入を隠したり、あるいは支出を増やしたり、もしくは、支出収入として上げなきゃいけないのに見解が違って上げてないとか、支出として本来処理できないのに処理、あの出してたりとかっていうことですね。それが悪質であった場合には犯罪になると。じゃあどういう場合に悪質なのかどうかっていうのは、もう本当に検察官の最終的にはあの気持ち一つなんですよね。でこれのニュースに対して青汁王子こと三崎裕太君も修正申告させてくれなかった。三崎君は、まあ、あれ逮捕までされましたからね。だからちょっとねこの辺のなんていうか基準、あの例えば一般の人、年収が、1000万とか2000万円の人が
いきなりこれ脱税とかになって悪質なんて逮捕される事例って非常に少ないんですよね。でこういう前澤さんのようにむちゃくちゃこの人 YouTube 見てるとなんと5年間で500億円も納税してるんですよ。500億円ですよ。1年間で平均100億、1年平均100億ということは1日3000万円ぐらい納税してるってことでしょ。いうことですよね。100億ってそうでしょ。3000万ですよ。毎日3000万円納税してるような人ですよ。いやいや、それはそっちの目から見ないと、なんだろうな、5億円申告が漏れてましたっていうか見解の違いがありましたっていうことをいちいちその国家公務員違反をしてまでね、報道機関に情報をリークしてそれを報道する必要性がどこにあるのか。しかもこのことが本来は税務署なりで犯人探しはしなきゃいけないんですよ。誰だ前澤さんのね、そういう申告漏れを漏らした人間は、まあ、それこそ記事を書いた読売新聞の記者に対して、誰から聞いたんだみたいなことは本来これ犯罪ですから、やらなきゃいけないんですけど、皆さんはそういうの、問題ないんじゃないのって思ってると思います。ちなみにこのね、通報義務っていうのがあるので、その例えば検察の内部で、犯罪者と交渉して本来課すべき犯罪を課してなかったとかね、犯人からとか暴力団の組員が捕まって組長からお金もらってるとか、そういうのは国家の秘密というよりも通報しなきゃいけないわけですね。犯罪をしてるわけですから。だからそういうものはぜひスクープしてほしいわけですよ。でもこのようにある意味日常業務でしょ、調査しました、5億円申告は少なかったんで訂正して納税してください、修正して納税してくださいっていうレベルじゃないですか。いや本当ね、前澤さんからもうちの浜田が、質問したことに対してなんか感謝というか喜びの、まあ喜んでくれてたっていう情報はちょっと来てるんですけども、まあ一つはうちの党はちゃんと、まあ僕辞めても浜田聡議員がですね、参議院議員としてしっかりと僕は仕事をしてくれてるということを皆さんにお伝えしたかったことが1点、そして、公務員とマスコミというのは、法律をですねまさに自分たちにとって都合の良いように運用しているということ、これ本当に危険で、この国は法治国家ではないという状況になっていて、そんな中籠池さんですね、森友事件の籠池さんであったり、堀江門であったり、時には堀江門さんと僕は直は無理ですけどカルロス・ゴーンさんであったりとかですね、まあ、この国のあと三崎裕太君ですね、青汁王子ですね、いや本当にね、なんかさじ加減でどうにでも犯罪者にできて、もう脱税っていうか納税額が大きい人はちょっとしたね、500億に対して 5億っていうことは 1% でしょ、5年間で比べたら。そしたら前澤さんにとったら5億なんて大した額じゃないから、それでなんかむちゃくちゃ悪い人みたいに報道するのは、いやいや、ちょっとと思います。こんなことしてると日本からどんどんその高額納税者が外国に移住したりっていう可能性も出てきますから、やっぱり納める税額が少なかった場合には、最初はやっぱりそういきなり実刑っていうのは僕はやめた方がいいと思います。その刑事罰っていうのは2回目とかなってくるとね、とか金額が全体の納税額の何パーセント以上とか、なんかそういうのを規定しないと、自分たちにとって税務署やその検察にとって都合の悪い人は、それは悪質だ、別にまあそうでもない人は悪質じゃないみたいな、もう基準も設けずに自分たちの気持ち気分次第でやっているということについては非常に危機を感じます。ということで、浜田議員が前澤さんの、まあ、税金の申告漏れについて国会で質問してくれたということをお伝えしました。以上です。前国会議員が NHK をでっかわーすからのいってらっしゃい。